皆さんこんにちは。今日はホンダのステッパーゴンモデュロ X、 ガソリン車のステッパーゴンをお借りしています。今回お伝えするのは、特にこのガソリンモデルの車に威力を発揮する、利便性としての威力を発揮するこの LED センターコンソール、こちらの方のご紹介を今回はいたします。で、ステップワゴンなんですけれども、私はステップワゴンのハイブリッドに乗っているんですけれども、ステップワゴン、ガソリン、ハイブリッドともに特に気になるのが、電源が取れるところが非常に少ないというところがあります。このように USB 一つあるのと、もう一つはここにパワーアウトレット 12V がついているんですが、ここにしか電源が取れるところがありません。最近ですと、このようにデジタルルームミラーであったりとか、ドライブレコーダーであったりとか、後付けのものをつける場合に、ここのパワーアウトレットを使ってしまうので、さらに電源が塞がってしまって、USB がほとんど使えないと。で、ここの USB は、このナビと連動していて、チャージ用の USB ではないんですよね。チャージはできるんですけれども、非常にチャージするまでに時間がかかるということがあって、携帯のチャージができないといった、そういった利便性の悪さというのが、ステッパーゴン、このガソリン、なおかつハイブリッド、両方にあります。で、ハイブリッドといっても、こちらにセンターコンソールがついていて、1500W 電源がついてない車であれば、USB がセンターコンソールの中に2つついているんですけれども、私の車の場合ですと、1500W 電源がついているので、USB がないと、まあ、いうことで、実質、ここにしか USB がついていないと言った、まあ、そういった、ちょっと利便性の悪さというのがあります。で、それを今回、解消してくれるのが、このセンターコンソールということです。で、ハイブリッドに関しては、また後日お伝えするんですけれども、今日は、こちらのガソリン車。で、これは、どちらかというと、トヨタ系の車、ノアとかボクシーとか、それ向けに作られた車なんで、ステップワゴン用というふうには歌ってないんですね。で、ステップワゴンにも使えるのか使えないのかというところもあったかと思うんで、ステップワゴンのガソリン車であれば、まあ、フロントが使えるということで、今回の動画を参考にしていただければと思います。で、今、冒頭でお話しした通りで、電源が取れやすくなるということなんです。で、ステップワゴンの場合ですと、ここにしか USB の電源が実質ないと、まあ、いうことなんですが、これを設置することによって、ここです。ここ。二つ電源が取れる。で、かつ、ここにパワーアウトレットのソケットも二つついているということです。これがね、非常にまず便利だということです。電源の取り方どうしてるのというお話なんですけれども、電源は、まあ、これなんですけれども、まあ、私の場合は、また別に、この、これもマックスインさんのパワーアウトレットなんですけれど、まあ、ここにつけてます。別にこれをここに直接つけても構わないんですけれども、長さが少し短いので、まあ、私の場合これをつけて、で、ここに電源を取って、まあ、いると、まあ、いうことですね。まあ、そういう付け方をしています。なので、電源を取るということにおいては、とにかく、付従しないということ。で、なおかつ、運転席だけを考えがちなんですけれども、こういったミニバンとなる車に関しては、2列目も非常に重要になってきますんで、2列目の利便性においても非常にいいよということをお伝えします。このように2列目も USB が、ポートが3つ
ついているということ。これも非常に大きい。で、ステップワゴンの場合ですと、普通のガソリン車、なおかつハイブリッドにおいても、2列目以降は USB の接続端子がありません。で、冒頭でお話しした通りで、ハイブリッドの場合は、センターコンソールのところ、AC1500W のオプションの電源がついてない車であれば、2つポートはついているんですけれども、でも運転席のセンターコンソールから取ってこなきゃいけないので、長さが必要になってくるということですね。このケーブル自体の長さ。長いものをつけないと、2列目に届かないということです。でも、このセンターコンソールをつけることによって、2列目もここから電源を取ることができるので、通常のケーブルで問題なく、携帯、タブレット等が使える。まあ、なおかつパソコンでもいいと思うんですけれども、そういったものが使えるといった利便性の高さというものが、まずあるということです。で、もう一つは、物を置くということ。で、携帯の場合ですと、私、いつもステップワゴンの場合ですと、ガソリン車はこれがついてたりする、ますよね。ハイブリッドの場合はこれオプションなんですけれど、まあ、私はハイブリッドでついてなかったので、これオプションでここにつけたんですが、例えば、ここに携帯を置くのもいいんですけれども、ここに携帯を置くと、まあ、いうこともあっていいかなと思います。で、なおかつ、私メガネをするので、例えば、車を降りるとき、メガネどこに置こうかなって思ったりする場合もあったり、まあメガネ入れここにあるんですけれども、ここにいちいち しまうのも面倒かなっていうのもあるし、サングラスをここに私こう入れたりするんで、二つになっちゃう。そうすると、常時つけているメガネの置き場が困るんですけれど、まあ、それをここに私は置いたりしています。で、携帯をここに置いとけば、まあ、ちゃんと物が置けるスペースっていうのも確保できる。まあ、もちろんステップワゴンなので、ここでもいいんですけれど、ここだと見えないところになってしまうので、どこに物を置いたのか忘れてしまうということもあったり、見えるところの方がわかりやすいということになります。であとは、カップホルダーも2つついていて、このように、私いつも使ってるこのマグカップなんですけれど、ここにちゃんと置くこともしっかりとできる。2人分置くこともできる。で、ここにもパワーアウトレットがついているんで、何か電源を取りたい場合ですと、ここからでも電源を取ることができる。もう電源を取るということに関してはもう至れり尽くせりですよね。で、イルミネーションがちゃんとこのについている。で、ここだけじゃないんですよ。イルミネーションがつくところも。ちゃんと、ここの中も、しっかりと、イルミネーションのライト、照らしてくれるので、物がね、ここに入っているものが見える。で、なんかこのように、深いので、500cc のペットボトル、ここに、4つ入れることができます。で、なおかつここにも、ちょっとした小物関係。まあ、例えばここじゃなくてもいいです。メガネの場合ですと、最近ですと直射日光、夏場で暑いので、メガネが直射日光に当ててしまうと、歪んでしまったりする可能性もあるので、ここにメガネを入れたりすることもできる。これ非常にいいです。で、このように飲み物4つ入れて、こうメガネ入れて、まあ、ここにもう1つ飲み物を入れるということもできる。非常に収納力も高い。で、なおかつ、このように LED のライトがついているので、見た目もいいですし、機能性も非常に高くなっていると、まあ、いうことです。で、あと、まあ、ちょっとした小さな小物関係。こういった車ですと、横地が発生したり、まあ、縦地が発生したりと、ノーズダイブ、ノーズリフトしていくんで、当然車、挙動がこう変化するわけなので、物が落ちやすいわけですね。そういった場合ですと、ここに物を
ちょっとしたものも置いとけるってことです。こういったところにも物が置けるで、ここカップホルダーとしてももちろん使える。まあお菓子をここに入れとくとかっていうこともできる。お菓子なんかよく散らばったりすることあると思うんですけれど、ここにお菓子を入れておけば散らばることもないと、まあ、いうことで、いろんなシチュエーションに適応した非常に使い勝手の高い、もうミニバンとしてはなくてはならない、まあ、そういった画期的なセンターコンソールになってると、まあ、いうことですね。そこがもう運転席だけでも非常に利便性が高いなということがまず言えるかなと私自身思います。で、このようにステッパーゴンの場合ですと肘掛けがこのようについているんですが、肘掛けも干渉することも特にないので普通に使える。肘掛けが邪魔なのであれば肘掛けをこのように立てられるし、やっぱ肘掛け必要だということであれば肘掛けをこうやって倒してセンターコンソールを使うことも普通に可能となっている。で、このウォークスルーのスペースが幅です。幅が非常に重要で、ステッパーゴンの場合ですと20センチぐらいありますんで、十分このセンターコンソールを入れることができる。で、長さも十分、このシートのこちら前方から後方までのこの長さにぴったりと合っていて、全く違和感のない寸法サイズになっている。高さも必要十分の高さになっているので使いやすくなっているかなと思います。これは非常にいいです。私は2列目に使いたいなと思ってこのセンターコンソールをマックスウィン社から取り寄せたんですけれども、2列目が非常にね使い勝手がいいので、そちらについてもお伝えしたいと思います。はい。で、今2列目にセンターコンソールを移動させました。このように2列目も前席と同様にセンターコンソールをこのように設置することが可能です。ちなみにこのセンターコンソールの下にはマジックテープがついているので、ちゃんと滑り止めがついています。そこもしっかりと配慮された作りになっています。で、私の場合はステッパーゴンのスパーダのハイブリッドに乗っているので2列目につけているんですけれども、このように2列目につけるとなると、このマックスウィンのこの電源、もう一つこれ私取り寄せたんですけれども、まあ、これを使ってで延長させて2列目に設置しているといった、こういった使い方をしています。まあ、このマックスウィンのこの電源も非常に優れものですので、こちらは私の車でまた改めてレビューさせていただこうと思います。はい。で、2列目の素晴らしいところもこのように見ていただくと、2列目ってステッパーゴンの場合何も電源が取れるところがないんです。で、後ろにここにパワーアウトレットがあるぐらいで、他何も電源が取れるところというのがないんです。で、これを設置することによって、非常に電源の取る利便性というものが上がるということです。先ほども前席でご紹介したんですけれども、ここ2つ USB ポートが取れる。で、パワーアウトレットが2つここについていると、まあ、いうこと。で、さらにすごいのが、ここにセンターコンソールを設けることによって、3列目にもこの USB のポートが設置できるということ。3列目もこの車、まあ、ミニバン、まあ、荷物を乗せることがメインですけれども、7人乗りのミニバンになるので、3列目も頻繁に人を乗せるということがあるご家庭もあると思うんですよね。そういった場合なんかですと非常に威力を発揮する。ここにもパワーアウトレットあるんですけれど、USB を、ポートを別途買わなければならないので、だったら、これ1台で、この USB ポートが3つついてくるので、これが非常にいいかな、ということを私自身は思います。で、電源を取るというね、利便性も非常に高いというのもありますし、もう見た目が非常に
良くなります。2列目って正直何もないんですよね。何もないんですけれども、このセンターコンソールを置くだけでかなりガラッと室内のイメージが変わる。そこが非常にいいです。こうインテリアっぽい雰囲気が出てくるし、子供さんがいるご家庭なんかですと喜ばれる。で、2列目以降は子供さんを乗せることが多いと思うので、特にお菓子であったりおもちゃであったり転がるようなものが多いと思うんですけれど、ここに置けるんです。ここに置くことによって転がらなくなるし、まあ、おもちゃが転がってカーペットが汚れるっていうことも少なくなると思いますんで、ここにまずおもちゃが置けるということで、飲み物もここに置ける。まあ、もちろんステッパー号の場合ですとこのチェアテーブルがついているんで、ここに飲み物を置くのもいいんですけれど、チェアテーブルがこのように立っちゃっていると今度乗り降りが大変なんですね。ってなった時にチェアテーブルは、まあ、物を食べる時には必要かもしれないんですけれども、ドリンクホルダーだけだったらここでいいかなと。あとはここにもあるんですけど、まあ、正直あんまり私はここは使わない。まあ、どちらかというと目に届くところがここなので、ここに目に届くところに置いとけるということ。それから先ほどもお話しした通りで、ここにもドリンク入れられる、4つ入れられるんですね。 500ml のペットボトルが4つ入るだけのスペースがありますので、ここにも予備のドリンクを入れられたりとか、あとは iPad を入れたりとか、特に夏場暑いですんでね、直射日光を浴びてしまうと iPad の画面がおかしくなって使えなくなるということもあるんで、ここに入れとくということも可能です。まあ、そういった多用途で使える、子供さんがいるご家庭にもしっかりと対応したセンターコンソールなのではないかなと思います。これ非常に使い勝手がいい。で、ご紹介しなかったんですけども、ここにもちゃんと引き出しがついてますので、こういったところにもおもちゃを入れたりとか、必要な備品を入れたりとかっていうこともできますので、まあ、これはね、非常にいいアイテム。で、これだけの多機能な、これだけの利便性があって、多機能なもので、まあ、14,500 円というね、価格、もう価格以上の良さがしっかりとあると、まあ、いうことがね、非常にいいなということで、まあ、ステッパー号にね、乗ってるユーザーさんの方にもおすすめできるアイテムであると。で、全席でもいいですし、後席でも構わない。ガソリン車の場合はね、全席の場合、後席の場合と2つ選べる。そして、ハイブリッドの場合ですと、まあ、2列目しか使えないんですけれども、2列目によく座られるお子さんいらっしゃるのであれば、非常に喜ばれますし、なおかつ、インテリアの高級感というものが非常に広がると、まあ、いうことで、機能性が格段に向上すると、まあ、いうところが、利便性の高いところになってくるかなと思います。じゃあ3列目じゃいけないじゃんかっていう話になるんですが、3列目はワクワクゲートがあるっていうこともあるので、後ろから乗り降りすることもできますし、もう一つは、このようにスライド機構がありますので、まあ、スライドして3列目にアクセスすると、まあ、いうことも可能です。はい、こんな感じですね。なので乗り降りも特にこのセンターコンソールがあるからといって不便になるということは少ないかなと思います。はい、このように3列目にも USB ポートが備わっているので、全席に電源が取れる環境が整うというところが非常に素晴らしいということでね、今回この MaxWin の LED センターコンソール、ぜひステッパー号のユーザーの方にもおすすめしたいアイテムの一つということで、今回ご紹介をさせていただきました。はい、ってことで今回はこちらの MaxWin の LED センターコンソール、
こちらの商品のご紹介をいたしました。それでは失礼をいたします。